ジョン・カルフン・シェパードジョン・カルフン・シェパードは、アメリカ合衆国の政治家、民主党に所属し、1886年7月から11月まで、第82代サウスカロライナ州知事を務めた。1850年7月5日、シェバードは、サウスカロライナ州、エッジフィールド郡において誕生した。シェバードは、エッジフィールドのベッスルアカデミーで学び、ファーマン大学で法律の学位を取得した。 シェパードは1871年に弁護士として認可を受けた。シェパードは1875年にシェパードブラザーズ法律事務所で共同経営者となり弁護士業を開業した。シェパードは1876年にサウスカロライナ州会議員に選出され、1877年に会員議長となった。シェパードは 州民主党の保守派に強い対抗心を示し、1880年の州知事選挙では、マーティン・ウィザー・スプーン・ゲリーを強く支持した。1882年、シェパードは巡回裁判所の判事職を受理するために、会員議員を呼び、会員議長を辞職した。1882年、シェパードは民主党から修復知事候補として擁立され、勝利した。 シェパードは1884年にも副知事として再選を果たした。1886年7月、州知事ヒュース・ミス・トンプソンが財務次官補の職を受理するため知事を辞任すると、副知事シェパードが公認として知事に昇格した。1886年の州知事選挙の民主党予備選挙において、シェパードはベンジャミン・ティルマンや地元日刊誌・ザ・ポスト・アンド・クリエの後押しを受けた。 ティルマンは民主党大会において、シェパードの支持を農民協会の代表団にアピールした。だが農民協会は、シェパードの支持を断り、結果として、ジョン・ピーター・リチャードソンが民主党の知事候補として決定された。シェパードは1886年11月30日に、知事職を退くと、サウスカロライナ州、エッジフィールド銀行の頭取に就任した。 シェパードは1890年の州知事選挙における知事候補の一人として挙げられたが、シェパードはベンジャミン・ティルマンの支持に回った。その後もシェパードは継続的にサウスカロライナ州の政治に関与し、1895年の州憲法制定会議にも参加した。1898年、シェパードはサウスカロライナ州上院議員に選任され、1904年まで、 上院議員を務めた。1908年、シェパードはサウスカロライナ州弁護士協会の会長に就任した。シェパードは1919 19年から1920年まで再び州上院議員を務めた。1931年10月7日、シェパードはエッジフィールドにおいて死去した。シェパードの遺体はエッジフィールドのウィローブルック墓地に埋葬された。ありがとうございます。